い、皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回はアイハーブの購入品を紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということでアイハーブの購入品をご紹介していきます。で、私は今回エルフというブランドのコスメを買ったんですけど、エルフって皆さんご存知ですかね。海外のブランドなんですけど、日本でいうキャンメイクみたいな、そんぐらいプチプラで買えるコスメなんですけど、エルフのコスメ何個か今でも持ってるんですけど、どこで買えますかっていう質問とかが結構多くって、アイハーブというサイトで買っています。はい、ではじゃん、こちらアイハーブで購入したコスメ届いたので開封していきます。はい、で今回私9点購入したんですけど、送料も込みで4476円でした。本当にエルフのコスメ安いものが多くって、300円とかで買えるものから、まあ、アイシャドウパレットとかになってくると1200円とかするんですけど、それでもすっごくプチプラなので、すごい大量に買ってしまいました。では一つずつ紹介していきます。まず一つ目、こちらです。エキスパートコンプレクションスポンジっていうスポンジなんですけど、あ、これはちょっとエルフじゃなかったです、すいませんこれエルフじゃなかったです。スタジオベーシックスというブランドのスポンジです。これが1個320円でした。こういうスポンジ結構今いろんな方が使ってると思うんですけど、ビューティーブレンダーとかシックスプラスなんかあるんですけど、結構ねお値段がしてしまうので、ちょっと様子見としてこの300何円のやつを一つ買ってみました。結構レビューとかも良かったので期待はできるかなという感じです。はい、こんな感じです。結構柔らかいですね。なんか結構肌触りもすごいいい感じです。ゴツゴツとかザラザラとかしてなくって、結構しっとりした感じです。このスポンジを水に浸してよく絞ってから使っていくらしいんですけど、弾力もあるし肌触りも本当に気持ちいいので、いい感じだとは思います。このなんかこういうところで細かいところとかもできるので、ちょっとこれから使っていきます。はい、ここからは全部エルフの商品です。で2つ目がこちらになります。光沢のある長時間用アイシャドウ、トーストという色味です。これも結構レビューがよくって、見てわかると思うんですけど、結構キラキラしてるんですよね。すごい色味が綺麗っていうレビューが多かったので今回買ってみました。開けるとこんな感じで、蓋のところにエルフと書いてあります。こんな感じです。やっぱ結構ラメが大きいですね。手に出してみます。あ、すごい触った感じ、すっごいもう濡れアイシャドウみたいな、すごいしっとりしてます。出してみるとこんな感じです。本当に光沢のあるっていうだけあって、光沢感がすごいですね。あ、すごいこんな感じです。塗り心地も本当にもうスルッと塗れます。で、結構濡れアイシャドウ感があるので、すごい密着してくれるし、すごい使いやすい色味です。ラメもゴールドのアイシャドウで、なんかメインの色として使っていけそうだなと思います。このアイシャドウのお値段が337円です。安いですよね、本当に337円でアイシャドウ1個買います。ちょっと今注文した購入履歴を見てたんですけど、実は10個頼んでいて1個届き損なってます。準備が整ってないのか、それかただ単に忘れただけなのか分かんないんですけど、ちょっとまた問い合わせてみます。で、次、じゃん、このアイシャドウです。アイシャドウパレット、ヌードローズゴールドという色味です。このアイシャドウは他にも色味2つ持っていて、結構動画とかでも登場してるんですけど、本当に使いやすい色味ばっかりだし、発色もいいのでよく使っています。で、これが1つ1123円です。もうこれ1123円で10色入っているので、すごいお得だなと思います。では開けていきます。オープン、じゃじゃじゃーん、こんな感じの色味です。なんか今流行りのローズ系の色味がたくさん入ってます。ではこれも一つずつ手に出していきます。はい、今こんな感じで装置してみました。ちょっと肌の色と馴染みすぎて分かりづらい色もあるかなと思うんですけど、だいたいこんな感じの発色です。もちろん冬とかでもメイクの仕方によっちゃ使えると思うんですけど、春とかにぴったりな感じのアイシャドウパレットかなと思います。本当にどの色も可愛いので、このアイシャドウパレット一つ持っておくと結構いろんなメイクもできるし、すごいいいかなと思います。またこのアイシャドウパレット使ったメイクっていうので上げていきたいなと思ってるんですけど、マットのアイシャドウもいくつかあるんですけど、だいたいラメがちょっと入っていて、細かいラメがバーって入ってる感じなので、結構綺麗に光ってくれると思うので、すごいこのエルフのアイシャドウパレットはおすすめです。4つ目、こちらです。デイトナイトリップスティックデュオ、ニードイットヌードという色味です。これ珍しくないですか、この両方にリップスティックがついている形になっています。この形のリップって見たことないですよね。はい、開けるとこんな感じになってます。両方に
キャップがついてます。こんな感じの色味です。結構ヌードな色味ですね。であと思ったよりもそんなにリップの量がないです。だから使い切りやすいタイプかなとは思います。手に出してみます。結構発色も思ったよりもいいですかね。ちょっとオレンジっぽい色味をしてます。ツヤがあるってわけではないと思うんですけど、そのマットすぎずに乾燥しすぎない感じのリップになってます。でちょっと匂いがすごい甘い匂いがします。とにかくマシュマロ焼いた時の匂いがするので、甘い匂いが苦手っていう方はちょっと苦手かなと思うんですけど、じゃあ続いてこっちの暗い方も塗っていきます。はい、焼けるとこんな感じの色味です。結構ブラウンがかってますね。あ、やばい、あ、やばい、オーマイガー、やってしまいました。最悪です。服につきました。はい、取り直して塗っていきます。おう、はい、こんな感じです。さっきの色味と比べると発色が分かりやすいですね。結構この色すごいタイプです。今季流行りの色味ですね。これ塗ってる口紅落として上下で分けて塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで塗ってみました。上が薄い方で下が濃い方です。結構上の方ヌーディーなので、その私みたいに肌がちょっと濃いめの方だとそんなに発色は分かんないかもしれないです。だからちょっと顔色が悪く見えてしまうかなっていうのはあるんですけど、下のリップはすごい可愛い色味ですね。これ気に入りました。はい、続いてこちらです。マットリップカラー、肌の色に近いヌードという色味です。海外のコスメとかって結構こういう名前なんだみたいな名前多いですよね。こんな感じのシンプルなデザインになってます。繰り出し式になっていて、これ全部出してるんですけど結構入ってますね。結構長く使える気がします。これはそんなに匂いはしないです。ちょっとやっぱり思ったよりも発色がそんなになくって、見た感じよりもピンクが強いかなという感じです。ちょっと私の肌には薄すぎるかなと思います。でも本当にすごい軽く塗っただけでも色がついてくれるので、ちょっとこの種類の違う色味、もう少し濃いめの色味とかならもうちょっと使えたかなと思います。続いてこちらです。ベイクドハイライターのムーンライトという色味です。はい、これは名前の通りハイライトなんですけど、しおねちゃんっていう YouTuber の方がいるんですけど、その方の動画を見ていてこのハイライトを使ってるのを見て結構気になっていたんですけど、今回買ってみました。449円です。もう安いですね本当に。でもちょっと思ったよりも結構小さめのハイライトになってます。で持ち運びとかはしやすいかなって思います。本当にこれも細かくラメが入っていて、光に当たった時に結構綺麗に見せてくれるかなと思います。はい、こんな感じです。今結構何回かこすって結構な量取ったので今こんぐらい発色してるんですけど、普通にサッて取って塗る分にはいいかなと思います。ゴールド系とホワイト系のハイライトがあると思うんですけど、どっちかっていうとホワイト系のハイライトかなと思います。はい、今ちょっと伸ばして馴染ませていったんですけど、こう伸ばしてみると結構肌馴染みもよくってすごい綺麗なハイライトかなって思います。はい、続いてはこちらです。ブラッシュありのままのサンゴという色合いです。ありのままのサンゴです。でこれが337円でした。はい、こんな感じになってます。ここに鏡がついてます。はい、色合いはこんな感じです。ちょっと今カメラで見ると薄めかなと思うんですけど、実際見るともう少しオレンジ味が強い色味になってます。すごい細かくラメがバーっと入っているので塗ると結構ツヤっぽくなるかなと思います。はい、こんな感じです。これチークなんですけど、私オレンジ系のチークを探していて、今回エルフでオレンジ系のチークがあったので購入してみました。結構こうやって塗ってみると明るめの色合いだったので、ちょっと私の肌に塗るとそのままファンデーションみたいな感じで馴染んじゃうかなと思うんですけど、ちょっと馴染みやすいかな、けどそんなに発色は良くないです。本当に薄付きのチークが好きっていう方ならいいかなと思います。あと2点なんですけど、あと2点はブラシを買いました。はい、この2つになります。どっちも337円でした。はい、まずこっちのハイライティングブラシです。これは名前の通りハイライトに使おうかなと思って購入しました。結構毛質も柔らかいですね。ちょっと337円ってことだったので、ちょっとあんまりそんな
すごい期待はしてなかったんですけど、期待以上でした。すごい柔らかくって全然チクチクもしないです。そんなに密度の濃い毛ではないので、めちゃくちゃ濃くつくってわけでもなさそうです。ハイライトとしては本当にいい感じのブラシかなと思います。ちょっとこれから使っていきます。続いてこっちのブレンディングブラシです。アイシャドウ塗るときに使いたいなと思って購入しました。これも本当に毛柔らかくって気持ちいいですね。ちょっと思ったよりもデカめなので、細かいところを塗るには向いてないかなと思うんですけど、なんかアイホール全体に塗っていく色味とかだったらこれ全然使えるかなと思います。エルフのブラシこれからちょっと愛用していきます。はい、今回はこんな感じでアイハーブで購入した商品をざっとご紹介していきました。今回はそんなに詳しくはレビューしなかったんですけど、またこれからいろいろ使ってみて良かったものとかをご紹介していけたらなと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。